結果山形、そして甲府を下して最後湘南ベルマーレとの J1 参入をかけた決定戦に立ちました。さあ間もなく幕が開けます。待ちに待った開幕を告げる笛の音が響き渡りました。明確な攻撃スタイルのぶつけ合いになるか。最終ラインでボールを回しているんですが、藤田が一発を狙ってくる。大久保を狙ってきました。落ちたボール、レアンドロ、収まる、シュートか、パスだ。さあ大久保の前、シュート。しかし上福本、ここはしっかりと止めました。上福本、いや触れば得点の匂いがしますよ ね、 そうですね。一度下げて奈良から、今大久保はペナルティエリアの右、その大久保か、クレビーリョだ。さあこぼれ球、しかし上福本ビッグセーブを見せました。でスピードアップをする、ミニは柿田、柿田フリーになった、柿田のシュート、しかし柴崎押し込みました。きっちりと消えた。最後西矢がスタメン起用の期待に応えました。まあうまくドリブルをして中央に引きつけた後、柿田ですよね。森が奪った、3枚が空いた、杉森仕掛けていく、囲まれるが倒れて西矢、西矢もう一度、ここで前で囲まれましたけど、こういう形で人数をかけて最後落ち着いてね、うまく決めましたね。ただこの杉森が狭いところ仕掛けていって人を寄せましたよね。岩尾がかき出す、杉森が落として、柿田から裏を狙った西矢が前に飛び出す、これを決めればハットトリックだが前が空いている、シュート。逆サイドでは藤田が空いている、近いところで西矢、西矢からのクロス、さあこぼれ球、岩尾がフリーだ、岩尾藤田に預けて、藤田のシュート、柴崎に当たってわずかに枠の外。キック、ベルディにとってはピンチのシーンになります。小さくつないでクロスを送る、中央からヘディング、枠を捉えていた、福岡のシュートでした。ここは好反応を見せました柴崎。さあ風に乗った、伸びてくる、押し込めるか、もう一度シュートは枠の上。ここも上福本きっちりと反応しました。今年目指すは J2 頂点に立って優勝での昇格、その第一歩で価値ある勝ち点3をつかみました徳島ヴォルティス。